やるっきゃねえよな。ねえ聞いた？今日はミッドランドの王様も出陣するんだって。へえ、王様自らご出陣とは。ミッドランドもいよいよかねえ。でもそういう時こそ活躍の機会は多いってもんさ。それに鷹の段の名を売る好機でもある。王様の前で敵をぶっ飛ばせばいいんだろう。いつもと大して変わらんさ。そうだな。ガッツは分かりやすくていい。先人、任せられるな。ああ、任せとけ。お前は牽制だけでいい。あとは本体がやる。分かってるって。黒羊徹夜に重装騎兵団の猛威を天下に知らしめるのだ。なんたるざまだ。我が軍の将軍たちは何をしておるのだ。さあ大暴れさせてもらうぞ。ものがいるなんて。
地鉄槍重装騎兵団相手に一気がけだと。よかろう、踏み潰してくれるわ。されちまう。切り込みたいらしいとこお見せしやす。戦場を動かす。行くぞ。切り込み隊に負けるんじゃないぞ。カモド、白い方グリフィスが率いる傭兵だ。戦場の死神どもだ。菅鷹の団の切り込み隊長、さあ祝杯と参りましょう。お前らこそ悪かったな。俺一人で突っ走っちまって。ガッツ隊長、話がある。ちょっと顔を貸してくれないか、ガッツ隊長殿。
お前どういうつもりだ。何が。とぼけるな。お前の任務は牽制だったはずだ。それを敵の真正面から一気がけだと。たまたまうまくいったからいいようなものの、貴様の勝手な行動が鷹の団全体を危険にさらすことだってありえるんだ。悪かったな。以後気をつける。いつもそうだ。そうやって口先だけ。そしてまた同じことを繰り返す。前と何も変わっちゃいない。お前はただ敵と剣を交えていればそれで満足なんだ。仲間のことなど少しも考えていない、ただの狂犬だ。もう一度、もう一度言ってみろ。二人ともその辺にしとけ。ガッツには俺からよく言っとく。グリフィスはあいつに甘すぎる。お前ら本当に仲悪いな。顔つき合わせて結構経つのに。考えてるさ。俺だって仲間のことは考えてる。もう昔の俺じゃない。思い出すな。戦場を渡り歩いていたお前を鷹の団に入団させることをかけた果たし合い、あの喧嘩は楽しかった。喧嘩っていうのはああいうのがいい。グリフィス、今日の戦すまなかったな。お前のそういうところも俺の策のうちさ。が騎士の称号もらったんだって。連戦連勝、鷹の団の功績が認められたってことだな。称号だけじゃねえ、子爵になったんだ。これでしがない傭兵家業とはおさらばだぜ。そうだ、これからは正規軍となる。今までのようなそやな行動は許されんぞ。平民を貴族にするとは、傭兵など戦がなければ野党と変わりはせんのに。だが奴らの働きは侮れん。先の戦では先陣を任されたらしいぞ。